知られざる事実。 N100 はプレステ2も結構動く。久しぶりに N100 ネタですね。いえね、そろそろあれの続きもやんなきゃとは思っているんですけれども、その前にかなりの方が N100 を舐めているみたいなので、改めてレトロゲームコンソールとしての N100 の凄さを知らしめておかねばと思いまして。なるほど、それでは早速参りましょう。こちらからです。デッドオアライブ2、ご覧ください。普通に動いています。年末ストレージ大掃除によって外付け SSD ドライブが一つ空いたので、どれ試しにとバトセラリナックスを導入。確信持てませんけど、 Windows からエミュレーターを運用するよりも Linux などの軽い OS でエミュレーターを運用した方がいろいろ軽くなるんじゃないかって考えです。PC 自体が現在とてもお見せできる状態じゃないので、今回はほぼほぼキャプチャー映像なのを先に言っておくべきでしたね。設定はオール自動としていましたが、使ってるモニターが16対9の15インチでして、ならばとワイドスクリーンでのプレイも収録してみました。ではワイドスクリーンで解像度2倍がいかがなものかを確認してみましょう。デッドオアライブ2はまだワイドスクリーンに対応していないので横に潰れてしまうんですが、慣れとは怖いものであまり違和感を感じなくなっちゃうんです。それと内部解像度を自動から2倍に変更したんですが、どうやら自動がもともと2倍を選んでいたみたいで、映像を並べてみたところ横に潰れた意外違いを見つけられませんでした。このまま流すと放送コードに引っかかるかもしれないので、次バーチャファイター4エボリューション、こちらもね普通に動きます。厳しめな指摘を入れますと、たまに画面に操作線というんでしょうか、何やらノイズのラインが出ることがありますが、もしかしたらそれは主が使用しているキャプチャーのせいかもしれないので、 N100 搭載ミニ PC のグラフィックの限界なんだという断定はできないです。参考までに今回の主の収録環境を教えてくださいよ。あ、そうですね、 PC はもちろんニポギの N100 搭載ミニ PC、 コントローラーは 8bit Do の有線接続、ビデオ出力は HDMI、 間に IO データ機器製のビデオキャプチャーをかまし、ドラゴンタッチ製の15インチモバイルモニターで見ながらプレイしています。間にビデオキャプチャーかましているから、もしかしたらわずかに遅延も発生しているかもしれませんね。あ、ラウンド2はワイド画面化した方をご覧ください。後で後悔していることなのですが、バトセラでの運用でも FPS 表示させる設定があったような気がしています。勉強不足がたたりましたね。全くです。今のところは順調にプレステ2のゲームを再現できていますよね。できてるできてる、グラボを積んでいない。しかもインテル第12世代最低スペックの SOC でここまで普通にできちゃってるのは感動さえ覚えます。次参りましょう。僕は小さい。このシーンに注目です。以前とあるアンドロイド端末でも僕は小さいをテストプレイしているんですが、このシーンがポリゴン表示限界を超えていたらしく、かなりガックガクになっていたというね。 N100 ミニ PC はミニといってもレトロゲームコンソールほど小さくはなく、内蔵バッテリーもないから持ち運びながら使うというのはとてもおすすめできるようなもんじゃないですが、最近じゃ2万円を切る時もあるくらい安くなったこのマシン。一方ポータブル中華ゲーム機は2万円クラスではまだまだプレステ2は厳しく。そこなんですよね。ポータブル中華ゲーム機に3万つぎ込むくらいなら N100 ミニ PC に2万つぎ込んだ方がお得に思えてまして。 N100 搭載 PC、 ノートタイプも出ていますけど、ノートは一気に値段が上がって5万円予算になってしまうのが痛い。なんででしょうね。金属系ボディシェル、キーボードと10インチモニター、バッテリー、それらでプラス3万円ということでしょうか。Windows 11搭載ゲーミング UMPC は10万円から15万円。Steam のゲームが遊べる魅力こそありますが、ちょっとおいそれと手を出せる価格帯じゃないように思えます。次、参りましょう。エミュレーターにとっての鬼門ジャンル。音ゲーからテクニックビート。これはちょっと喋りなしで見ていただきましょうか。Ta-da!
といった具合にかなりまともにプレイできています。次、参りましょう。ファイナルファンタジー10。先ほど紹介していた設定ですと、ワイド画面になったり4対3になったりとちょっと落ち着きのない感じではありますが、この頃はまだワイドスクリーン対応ゲームではなかったのでしょうがない。ただうろ覚えなんですが、強引にワイドにする設定もあった気がします。ちなみに虫は横着して最初からプレイして検証していますが、プレステ2のエミュレーター PCSX2 をバトセラで運用している場合、ユーザーボリュームの方にセーブフォルダがあり、その中に PS2 フォルダが、さらにその中に PCSX2 フォルダがあって、そこにある MCD001.PS2 がメモリーカードですから、それもコピーしてあれば他のマシンでやっていた続きができるはずです。セーブデータの仕組みがエミュレーターごとに異なるので、その辺が厄介ですよね。戦闘シーンをプレイしていても全く問題なく再現されています。内部解像度が 720p な分、エミュレーターの方がより鮮明になっちゃってたり、オリジナルを超えちゃってる。ファイナルファンタジー10は Steam などで HD リマスター版が発売中です。102とのセットでかなりお安くなっていますから、ゲーミング PC な人はそっちがおすすめ。さすがに N100 では厳しいのかもと躊躇していますが、機械作って試してみたいと思っています。それでは次、ドラゴンボールスパーキングメテオ。このゲームでやっとグラフィックでバグっぽい現象が見られます。再現性もあったので間違いないでしょう。この後の悟空登場シーンの一瞬です。主が気づいたのは後にも先にもこの一瞬だけ。ゲーム進行には全く影響のないバグなので、いちいち気にするまでもないかもレベル。サードパーソン流な格闘ゲーム、あまりやってこなかったので新鮮でした。ドラゴンボール Z は毎週見ていましたからね。アニメでおなじみの動きがゲームで再現されているのを見るのも楽しい。サウンドエフェクトもまんまアニメのものですよね。瞬間移動する音とかたまらんです。次は参りましょう。カラッパラッパーツ。手持ちの中華ゲーム機では全く歯が立たなかったこのゲーム、 N100 ですとご覧の通りの再現度です。しかし結果としてこのステージがクリアできませんでした。ずっとやってなかったせいなのか、それとも主が年老いてリズム感がなくなってしまったのか。前者とも後者とも言えるんですが、もう一つ HDMI 出力によってほんのわずかに遅延しているのかもしれません。本人はタイミングぴったりにボタンを押したはずですが遅れました。ですのでわずかに早めにボタンを押す用調整始めている最中です。これが見ての通りなかなか合わせられない。早め早めを意識しているはずなのに遅れ気味ですね。しまいには転落しますからね。というわけでお見苦しいプレイ動画とともに今回の締めでも始めましょうか。最近はすっかり RGB30 を構えまくってて、いろいろ膠着していました。RGB30 では主にピコ8を遊んでいます。ピコ8をするには RGB30 ですとスペックは余裕ですよね。そうですね。画面比率も相性が良いですし、ファミコンなど4対3の画面比率にもかなりマッチしていますし、でも RGB30 では PS2 はできない。ゲームキューブは再現できてももたついて話にならない。それでも RGB30 がとても良いマシンだと思えているのはプレステ2もゲームキューブもできなくたってやらなくたってそれ以前のコンソールは十分できているという割り切りがあるからなんだと思います。その割り切り適用しなかった場合、上位機種を検討しなければなりませんが、そこから一気にマシンの値段が上がってしまうんですよね。それこそ10万円でも足りないくらいに。エミュレーターエンジンについても過去のゲーム機を網羅するには Android だと全部は無理なんじゃなかったでしたっけ。 Wii U ができなかったような他にもありそうですね。となると Linux か Windows かってなりませんかね。 PC 版バトセラは Linux ベースであっても全てのモデルを網羅しているみたいですが、調べた限りでは中華ゲーム機用のバトセラではサポートするマシンを限定せざるを得ないみたいで、だったら残るは安い Windows ベースのマシンの登場が望ましいんじゃないかと。 N100 搭載で Windows なのに Steam のゲームはあまりできないくらいのもの、 Nintendo Switch くらいの価格帯でできそうな気がしているんですよ。何かを割り切れば Switch よりも安く N100 搭載ゲーム機は作れそう。それがボディシェルなのかバッテリー容量なのか
ラッチディスプレイなのか分かりませんが、ほんの少し前まで N5100 搭載な3倍レベルのノート PC をコスパ最強と言ってる人もいるくらいですからね。レビュー提供いただけてたブランドには要望として伝えてありますが、主中華ゲーム機メーカーは自腹ですからね。そっちにはつながりもなく、テープ巻き巻きで自作するしかなさげですね。ご視聴ありがとうございました。